気持ちいい。寒いし寂しいから一緒に入ってもいいですか？レイナの部屋。寒い。ここはどこだ？なんで？僕はどうしてここにいるんだ？それにこの女の子も、なんでだ？なんでだ？僕は小一。その日夢だった一人旅を船で開始した直後だった。船舶免許を取ったばかりで不安はあったものの、それよりも夢が叶うことへの期待が大きかった。あれそうだな、かなりの悪天候に見舞われて。そうだ、あの時に船が転覆して海に放り出されたんだ。大丈夫ですか？ここは。君はどこから？僕の船には僕しかいなかったはずだし。船で旅行してたんですけど。どこかの客船からかな。そうでしたか。それで急に天候が悪くなって気がついたらここに。そうなんですね。海で荷物は全滅してるし、どうやって救助を呼ぶか考えるべきですね。でも船が転覆してるのできっと助けは来ますよ。そうだといいんですけど。そうですね。冷静を装ってるけどどうすればいいんだ。でもこの子の方がきっと怖いよな。僕が守ってあげないと。まず助けが来るまでに食べ物、飲み物、住むところと火を用意しましょう。はい。僕が用意するので待っててください。わかりました。はい。私はレイナです。僕は小一です。木ってこんなに硬いの？痛い。血が出てる。大丈夫ですか？レイナさん。レイナでいいですよ。怪我したんですか？どこから来たんだ？足音しなかったよな。川とかありますかね。手当てしないと。なんなんだ今のは。さ、手当てしに行きましょう。はい。ひとまずこれで手当てしましょう。大丈夫ですか？大丈夫です。痛いよ。ありがとうございます。さ、次は火の準備を先にしましょうか。木、僕が拾ってきますか？お願いできますか？はい。にしてもレイナさんはすごいな。か弱そうな女の子に見えて実際はすごい頼りになる。人は見かけによらないってことだな。あんなのテレビでしか見たことない。黄金伝説じゃないか。おお、すごすぎる。お待たせしました。ありがとうございます。火起こしは僕が完璧にやってやる。大丈夫ですか？林間学校の時に火起こしはやりました。任せてください。なんで出ないんだよ。大丈夫です。僕が。違うんです。その木は燃えません。もっと水分の少ない枝を持ってこないと燃えにくいんですよ。え？こっちの木とか。ついた。もしかして木の枝を折ってきましたか？はい。落ちている枝なんかで大丈夫なんですよ。またレイナさんに助けてもらっているじゃないか。では夕食は僕が。え？川で魚でも釣りましょう。はい。これでレイナさんに美味しい魚をたくさん食べてもらおう。じゃあ私は何か食べ物あるか見てきますね。はい。かかった。ぬ。え？いや、こんなものでくじけてはいけない。もう一回だ。光一さん、どうですか？無理です。何も釣れなくて。少しだけなら釣れましたよ。え？ナイフだったので捕まえにくかったんですけど。すごい。二人で食べましょう。ナイフで2匹も。うまいけどこんなんじゃ足りないよな。わあ。うん？星が綺麗ですよ。本当だ。こんな景色見たらここに来た甲斐がありますね。そう考えられるなんて素敵な人だな。お風呂入りませんか？こんなものを作ったんですか？さっき土管を見つけたので。すごいですね。ちょっと大きめでいい感じですよね。入ってください。
え？怪我してるからお手伝いしますね。あ、ええ。あー、気持ちいい。こんなことになったけど、へこまずにいられるのはレイナさんのおかげだな。え？寒いし、寂しいから一緒に入ってもいいですか？やばい、こんな急転換になるなんて。あー、ちょっと見るだけでどこもかしこも見てはいけないような。あったかいですね。そうですね。なんでドキドキしてるんだ。緊急事態でこうなってるだけなのに。のぼせちゃいそうなので、レイラさんはゆっくり入ってくださいね。え？このままじゃ僕の理性が持たない。レイナさんって可愛いよな。キャー！レイナさん、レイナさん、クマ？きっと焼き魚の匂いで来たんだと思います。このままじゃレイナさんが。レイナさんに手を出すな。高一さん、手を出すな。ここで俺は死んじゃうのか。え？落とし穴に綺麗にはまってくれましたね。落とし穴？クマが来るかもって考えて作っておきました。お腹いっぱいです。そうですね。そろそろ私は寝ますね。トイレ行ったら僕も寝ます。レイナさん、もう寝てるのか。高一さん、僕の名前呼んでる。え、レイナさん、手も足も傷だらけじゃないか。そこまでして僕のために。って何してんだよ僕は。口にしてくれないんですか。え、おい。それは捜索隊の声だった。僕とレイナさんは無事捜索隊に救助されて、今は船に乗っている。高一さん、続きはいつにしますか。レイナさん、その前に言わせてください。僕と付き合ってください。はい。レイナさん、ちょっといいですか。こちらの方で確認したいことがあります。はい。少し早かったですかね。いいえ、バッチリなタイミングだったわ。よかったです。土管風呂のサイズも完璧だったし、落とし穴もいい感じだったわよ。遭難のタイミングも完璧。本当に素晴らしかった。ありがとうございます。高一さん、私は街であなたを見かけた瞬間からずっとこの計画を練っていたの。これで高一さんは私のものよ。こんな可愛い彼女ができるなんて最高だ。大好きよ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。